はい、ジャンサク TV をご覧の皆さん、こんにちは。SDA 店舗最強戦予選3回目になります。はい。本日 MC を担当させていただきます、リンパイ所属の月並りくです。同じく MC 担当のリンパイ所属の純子です。よろしくお願いします。はい、ここで簡単にルール説明の方させていただきます。はい、完全先付け、善悪花あり、振り点同順あり、チートイの4枚使いあり、缶は任意、蓮舫なし、マンズの本一は役満じゃないです。詳しくは SDA ホームページに大会ルールが載っています。皆さん見てください。お願いします。お願いします。前回どうでしたっけ？前回、エイトさんの時に私解説してたんですけど、はい、6回中5勝で5勝トップというすごい成績を残しました。すごかったです ね国士も上がってたし、今まで全配信ヤクマンが出てるので、まあ今日もヤクマン見れるかなって結構期待はしてるんですけども、うん、楽しみですね。楽しみですね。はい、どんな対局になるかっていうのが結構楽しみなんで、はい、やっぱね、サンマは何があるかわからないんでね。そうですよね。ねえ、とあと麻雀物語さんはすごくいい勝負をしてた。そうですね、うんうん、リンパちゃんもっと笑ってって言われてますよ。はい、で前回1回戦突破はエイトさん、はい、麻雀物語さん、ルーキーさんです。
最初の店舗の方々を紹介します。ひまわりさんお願いします。こんにちは。こんにちは。お願いします。じゃあ、お名前と店舗名の方をお願いいたします。名前が石村です。店舗は、梅田の麻雀クラブひまわりです。PR と意気込みの方もお願いしてもいいですかね。PR、まあ、そうですね。割と常連さんが多い、雀荘なんで、新規の方どんどん募集してますんで、はい、怖がらずに飛び込んでいてほしいなと。まあ、地下にある店なんでちょっとね、入りづらいかなとは思うんですけども、はい、お客さん、みんないい人ばっかりなんで、はい、どんどん来てください。はい。じゃあ、地下っていうと、どこら辺ですかね。ちょうどね、東賀野町なんですけども、太夫寺の南側になるんです。太夫寺の、はい、南側。じゃあ、SDA 杯3位ということで。まあ、たまたま。たまたま。じゃあ、今日の意気込みと、お願いします。恥ずかしくないように頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。では、麻雀様、お願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずのお名前の方と店舗名お願いいたします。ヤクタです。和歌山のマージュンです。で、PR の方もお願いいたします。はい、大きい駐車場あって、駅からちょっと離れてるんですけど、駐車場あるんでお車の方も安心して、来ていただけると思います。和歌山のどちらなんですか。和歌山市ですね。館っていうところなんですけど。最寄り駅は和歌山駅ですね。歩くとやっぱ遠いですかね。歩くとちょっと遠い。ちょっと遠いですね。はい。結構広がって綺麗でしたね。あ、はい、はい。ありがとうございます。では本日の意気込みの方をお願いいたします。はい、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。続きまして、リンパイの方、お願いいたします。はい、どうも。かわいい。おはようございます。では、お名前と。リンパイから出ます、アイです。かわいい。ちょっと。PR などあれば。SDA、リンパイ、女の子の団体もあるので、女の子3人、うち好きな女の子、どうぞ、リンパイよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。本日の意気込みは。ちょっとみんなに絶対ないって言われてるんですが、ちょっと、いつもより丁寧に打って、ちょっと頑張れるってとこ見せます。頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。応援してます。はい。モロカ。ここで解説の中前さんを呼びたいと思います。中前さん。はい。よろしくお願いします。お願いします。毎度おなじみの素晴らしい解説者の、はい、今日も来ましたよ。おはようございます。じゃあアンケートを読みたいと思います。はい、ひまわりさんで、石村君高さん、ニックネームはしょうちゃん、好きな手役はスーアンコ、好きな牌第三三元牌ですね。三元牌。マージャンで一番気持ちいい瞬間は一発つも、うん、最近のマイブームは YouTube 動画鑑賞。結構なんかミーハーというか
若者です。いや、僕もね、最近 YouTube であのリーガルハイを見てます。リーガルハイ、そんなん見れるんですか？はい、酒井雅人の。僕、酒井雅人大好きなんで。弁護士のやつですね。そうです、そうです、そうです。もうあれ大好きです。めっちゃ面白いです。面白いですね。2もあるやつでしょ？知らないです。知らないです。2あります。ありますよね。で、賞金を獲得したら美味しいものを食べる。好きな異性のタイプは小動物系。かわいいタイプ。かわいいタイプ。リクちゃんみたいな。小動物、ね、めっちゃ小動物ですよね。私ですか？まさに。うん、なんでですか？いや、小動物系ですよ。そうですか？かわいらしい感じ。ありがとうございます。照れます。今一番やりたいことは、時間を気にせず寝たい。分かります。多忙とかお忙しいんでしょうね。そうでしょうね。麻雀で一番重要と思える要素は勢いです。はい、勢いですね。前回 SDA 杯3位の方です。実力者ですね。そうですよね、うん、優勝候補。じゃあ麻雀さん、矢蓋雅人さん、ニックネームやぶちゃん、好きな手役リーチ、好きな杯ヤンソー。麻雀で一番気持ちいい瞬間は上がったとき。最近のマイブームはお菓子。お菓子。かわいい。かわいいですね。賞金を獲得したら、親にプレゼント。あ、これはいいですね。いい人。これはすごいですよ、ね、うん。好きな異性のタイプは面白い人。リクちゃん。え？リクちゃんですね。なんでですか？やばいですね。今日はもう全、全部いただけますね。そうですね。私、面白くないですね。持っていく感じですね、今日は。何を持っていくんでしょうか。今、一番やりたいことは、長時間寝る。みんな同じですね。みんな睡眠不足なんですね。うん、疲れてるんですね、みんなもう、うん。麻雀で一番重要と思える要素は、上がること。大事ですね。大事ですね。そうですね。これでね、ヤブちゃん、あの、ヤンビばっかりしてためっちゃ思う。好きだね、ヤンビリーチって。ビフ2丁、ビフ2丁みたいな。早いっちゃう。始まりました。もう始まるんですか？あの、いいんですか？リンパイ代表を紹介したから。リンパイ代表さん。リンパイ代表、はい。お名前。あ、もう始まりますね。そうですね。じゃあ、うん、後で、あの、紹介するんで、アイちゃんは。今回の見どころお願いします。やっぱりあの前回の最強、ね、SDA 杯の第3位のひまわりさんがいるということで、はい、こう皆さんがどれだけひまわりさんに食いついていけるか、そこが見どころにちょっとなってくるかなと思いますね。出親はマージュンさんで、なんがひまわりさんですね。早速始まりました。でドラがチュンです。コメントもひまわりさん、ひまわりさんのアサシンチートイツが炸裂するか。アサシンチートイツって何ですか？はい、アサシン前回にね、あのアサシンっていう意味をがついたんですよ、ひまわりさんは。なんでですか？ただもう、あのメンツでみたいになってますけど。皆さん、慣れたと月ですね。さすがに、慣れてますね。はい、応援コメントありがとうございます。さあ、ここでひまわりさん、イーシャンテン、トンウパソロソリャンピン。ひどい受けですね。マージュンさんがペン仕掛けましたね、親でペン仕掛け。さあ、これで受けが広くなります。イスチピウパソロソトン。さあ、ここでテンパイ、3ピン白。親のマージュンさんが三品白で、白が出てロンですね。二役一丁。二役一丁。アサシンがこのシャンテンの手により放出してしまいましたね。さあ、エブタさん、一本バーです。すごく緊張してるんで、これでちょっとね、緊張がほぐれたかなと。うん、ドラがペーです。はい、やっぱ一上がりすることでね、呼吸がね、整うんで。そうですね。はい。まだ緊張してますね。整ってないよ。あ、来てますね。これすごい、すごいですわ。
いい手ですね。点数の方は4万点返しになっております。愛ちゃんへの応援コメントがたくさん来てますね。来ますか？はい、爆乳つもって書いてます。爆乳つもって何ですか？あんまいじりにくいです。いじりにくい。さあ、ヤブタさんは、これマージョさんはマンズをどう払っていくか、マンズのね、使い方というか扱いで展開だいぶ変わりますけど、けど4枚もあるんでね、ちょっと触りにくいって触りにくいですね。チートいつも見れて、今数層が入りましたね。はい、あの、で、あの3ピン切りしましたね。はいよ、いじる、意味深、意味深すぎますね。さあ、ここで、あれ、これで、あ、リンパイさんはいいシャンテ、すごい、すごいいいシャンテですよ。ね、うん。さあ、これで、いいスーピンのテンパイを取らず。うん。あっ、どうやら緊張してるようですね。気づいてないですね。はい、さあ、これで、チートイツ、いいシャンテンが。シャンテン地獄。シャンテン地獄ですね。さあ、ここで、あ、まあまあ、シャンテンですね。シャンテン地獄。さあ、ここで再び、テンパりました。さあ、高い位置。赤を切りたくなかったのかもしれないですね。さっきも一応言いそうでね。はい。だ、言いそうで。同じテンパです。ただ、これで即相撲がない。スーピーでも、まあ、緊張してるんでしょうね。うん、で、あのリンパイさん、あの空中切りがすごいんで、何も見せても全くわからないっていう。だいぶ緊張してますね。はい、あ、全然見えないっていう。ね、ただいいスーピンが皮的にめちゃめちゃ良くなっていくっていう。皮的にはめっちゃいいですね。ああ、これはね、いいピン出ました。出ましたか。リーチ三個。一三兆満貫ですね。子供の漫画なんで8000は一本場なんで9000です。親がひまわりさんです。ドラがチュンです。初です。私まだ2、3元杯のドラ指折って数えないと分かんないんですよ。どういうことですか、指折るって。ハク、ハツ、チュン、ハク、ハツ、あ、じゃあチュンやわみたいな。一回ティオランとやってみてください。ハク、ハツ、チュン、ハク、ハツ。できてるじゃないですか。さあ、そうこう言ってるうちに、さあ、そうこう言ってるうちに皆さん手が整ってきたと見せかけて、実はまあ整ってないですね。あ、これリンパイさん、すごい、めっちゃいい手。リンパイいいですね。いい手ですね。ハイが、ハイがね、押し寄せてきますね。カメラ目線が。ワイプで抜かれてますからね、今。さあ、あの、ひまわりさんが、なんか、めっちゃ渋い感じの。さあ、これで。これね、早いとこ、青を重ねたいですね。リンパイさんは、ね、これね、あのチーピンとリャンピン入った時に青短期に受けるのか。さあ、これの日記は一品。さあ、あの時をちょっと狭くしましたけど、まあ青を離さないぞと、うん、青の直引きに対応していく。さあ、これで、そう、さすがに青を切りましたね。他がちょっとずつ追いついてくる。さあ、これは何を書く。さあ、サブローピン、頭をもうサブローピンに固定して、ソーズをリャンパーソーで固定する。おと、テクニシャン。鬼テクニシャン。さあ、ハイセンスリーチがここでかかりました。リャンパーソーですね。綺麗な形ですね。はい、さあ、リャンウーパーソー。リャンウーパーソー。さあ、見えない。即相撲。空中即相撲。即相撲。一ペイコ。一丁、二丁、三丁。
すごい。3枚になりましたね。突破3。いや、今のテクニックパーピン切りですね。これはね、シャーを頭に、もう最悪シャー短期。いや、安牌で置いてたんじゃないですかね。まあね、頭探すんやったらね、サブロープに、もうシャー短期でもリーチ行くんやったらね、全然ありの手順なんで。まあ今のはちょっとテクニシャンでしたね。そうですね。テクニカルツモ。テクニカルリンパイズモ。いや、今のすごいです。テクニシャン。コメントも来てます。そう、大手ひまわりさん。めちゃめちゃいい手です。親がリンパイさん、ドラが花ハイですね。リンパイさんも6万点も持ってます。さあ、ここで仕掛けていく。さあ、これでスチソシロペ。シロペ。さあ、で親がペを切る。で、仕掛けてスチソテンパイが入りましたね。早いですね。さあ、リンパイさんも流派の仕掛け。ファンに仕掛けていく。さあ、これで。うん、さあ、つも。さすがに積もりましたか。ペイ本位、一応マンガンですね。見た目綺麗でしたけどね。そうですね。親がマージュンさんです。さあ、ナンバに入りました。難入です。ドラが何です。さあ、矢蓋さん。矢蓋さん、まだ若干緊張していますね。いい手ですね。さあ、マージョンさん、すごいいい手ですね。あ、リンパイさんも負けてないんじゃないですかね。リンパイさんも、あの、花で何引いてくるかでだいぶ変わってきますね。まあ、ね、これ早いとこ、小さい層が埋まると、さあ、ここは、直瀬から、直瀬合わせていくと。さあ、マージョンさんは若干ちょっと手がね、追いつかないかなと。マージュンさんはペイは泣くんでしょうか。そう、難しいとこ。さあ、リンパイさんはいいところが入ってこれ、ペッチ像がね、早く入るかどうかで。さあ、ここでテンパイ、ローキューソリーチが入りました。早いですね。高めローソー。さあ、リンパイさん、ちょっとこれは、急走がね、ね、危ないですね。ちょっとですけど、まあ、打たないかなと。切っていきますかね。点がね、あるんで、あの、麻雀の格言に金持ち喧嘩せずただ、いいシャンテンなんでね、危ないですね。そのまま勢いで、えいっていうのは全然、ある話なんで。さあ、チートイツ、テンパらず。さあ、ここは青々していくと。まだ。結構上がり目を見てる感じです。なんかね、ドイツのサッポで転売。危ない。パーソーか急走。パーソー切れ。ああ、よかった。現物。あ、違う。パーソー。パーソー切り。さあ、ここで次引いてきたのでね、キューピン。さあ、キューピンは現物。さあ、当たり牌を一点読みして止めていく。ひまりさんも若干追いついてくる。さあ、ここでイーピンス。さあ、切る。リャンピンの3枚壁で。さあ、ロード積もりましたね。リーズもいいペコチョ、リーズもいいペコチョ。マンガンですね。すごいですね、急速止めたの。次、危ない、入ってきたとき危なかったっていう、ね。ただね、あれ、急速打っといた方が、すごく安く済んでるっていう。理事長やったんでね。一本場で。まあね、そこがね。ドラがいいピンです。さあ、ここで、マージュンさんが親で。さあ、マージュンさん、またここで。すごい、仕掛けてよし、泣いてよし、面前でよし、みたいな。ひまわりさんはね、今、若干ちょっと我慢の時かなっていう。まあ、さっき言うけどね、漫画上がったんで。さあ、愛ちゃんが。愛ちゃんも、ちょっといまいちですね。そうですね。まあ、チートイツ、行くかどうかの。マージュンさんの手が、すごい。すごいと見せかけて、あれ、ただ、あんこ、青があんこなだけな感じはね、ちょっと若干してますね。ですよ。はいはいはい。え、赤も2枚だし、嘘も。ちょっと受け入れがね、ちょっと若干弱いかなと。横にひっつく牌がね、あんまりないんで。そうですね。
でもなんか薬杯のあんこ統一あるだけでなんかおめっちゃ早そうって感じちゃうんですよ。あ、なんかそんな気はねします、うん、ね。ただ横にね伸びないんでね難しいですね。あの縦に引いていかない、あのその肺を重ねなダメなんで。そうですね、だいぶ厳しいです。だいぶ薄いです。さあリンパイさん Q1 を切っていきましたね。さあひまわりさんの手が一気に、さあ何を切るか。さあサブローピンを固めていくと。リンパイさんは地絞ってる感じですかね。もう手が良くないんで、もうあんまり中さんとこうと。さあここでひまわりさんがサブロッソパッソ急走イーソーのシャンテン。さあ親はちょっとね苦労してますね。さあここでちょっとになってくる。とくっついた。あ、そこでリーチですね。サブロッソテンパイ。早速持ってきましたね。さあ、リンパさん、安牌がない。三元牌。切る三元牌勝負いく。さあ、ここで次、青出たら、マージュンさんが、ポンして、サブロピの天牌になるか。青はあんこですね。あ、青はあんこです。何、はい、ですか。何が欲しいところですね。さあ、サブロッソ。チーズも三丁。おい、バイマンの3枚。さあ、これで、このハンちゃん2回目の3が。すごいですね。なんか今回チップ結構動いてる気がするんですけど。これちょっとコメント拾って言ってもらっていいですか？僕が見てるんで。うん、親がひまわりさんで、出てますね。ドラがスッソです。アイちゃんめちゃくちゃ攻めるタイプやと思ってるんですけど、違います？いや、あんまりわからないんですけど、はい、いや私も実はあんまわかってない。まあ今日でねはっきりするかなと思いますけど、そうじっくり見たことがないんで、はい、まあでも急走短期のチートイツ結構攻めてました。そうですね、もうなんかけど雰囲気的には8、9どっちも落とすぞみたいな。私が上がるんやそうそう、次の順番次多分急走切ってます、はい。まあね、けどあの点はね、もうまっすぐ行っても全然いいぐらいの合点があったんで。さあ、マージュンさん。マージュンさん、ちょっと手配が。ひまわりさんはこれ、ペンちゃんとカンちゃん。まあ、ペンちゃんを払っていくと。チートイツもいい仕事だったのかな。マージャンは攻めですが、夜は M です。そうなんですか。まあ、ちょっとね、帰ってきたら。聞いてみましょう。そうですね。それ聞いとかないとダメですね。さあ、ここでマージョンさんがいいシャンペン。そう。どうするか。周りさん。ここでピンズ払っていく。ちょっと右端切れてますね。これ、矢蓋さん。マージョンさん、ちょっとおしゃれなリャンカン残しで。さあ、ここで E1 を切る。これで。みんなシャンテン。さあ、ここで。関数ピンローソパーソ。で、ひまわりさんも追いかけていくと。さあ、ここで、アイちゃんもいいシャンテン。さあ、ここでテンパイが。あ、こうなりました。さあ、ウソ切ってリーチ行くのか、パーピンか3ピン触って一旦浮かすのか。さあ。ここで、ちょっと、おしゃれぶった感じの一打が。まあけどね、3ピン1枚。3ピンもパピンも1枚ずつ、バーに出てますね。そうですね、ないですね。ここで。中前市のおしゃれポイントが入ります。さあ。感じピン。さあ、感じピンリーチ。さあ、ここで、さあ、追っかけ、貫禄走。貫禄待ち。貫禄の見せどころですね。さあ、見えない。空中切り。空中切り。はい。リンパイさん、緊張してますね。そうですね。チーピンがあと2枚です。2枚入れば。さあこれで、ね、ちょっとねこのキューピン気持ち悪い牌ですね。まだ切ってないんじゃないですか。ガサガサしてますね。緊張してるんでしょうね。さあここでいいシャンテン、いいシャンテンですね。さあもうこれもう一回6切るか、そのまま9切るか。これでウパピンの受けを残して、いいシャンテン。
さあもうあの 手配をつけてしまってますね。厳しい仲間やしのコメントも素敵です。いやもう厳しく言ってるんで、びしばしと。さあどんどんチーピンがいい街になっていきますね、これ。そうですね。ローピン、ローピン、パーピン、パーピン。さあこれどうなるか。おお。ひよこ。さあ。さあ、色が違うと。色違い。さあ、さあシャンポンやったら上がってましたけど。さあ、これは。さあ、ここで筋がかかる。さあ、騙される人が。筋、後筋も結構怖いですからね。ただね、あのパーピンがね、表示というか、あのリッチ宣言牌なんで、あの周りはね、9ピンとペンチピン、一旦ケアされるんで。さあ、これ、なかなか勝負がつかない。さあ、そろそろ老僧が、老僧の時間がやってくる。気がね、ちょっとしますね。1枚まだ生きてますよね。テンパイよ、パーピン。おー、おしゃれー。あ、老僧の時間がやってきたー。仲間ファンクラブ募集で。あ、もう、あの、どんどん。SD お願いします。さあ、満州。平たくなりましたね。さあ、山田さん、ちょっと、ドヤ顔ですね。見たか俺の感覚。親はリンパイです。さあ、あの、なんやかんやあって。ドラがローピンです。オーラスです。なんやかんやあって、オーラス、すごい丸いですね。ねそうですね。6万点あったのが。このルールやとチートいってリャンハン25歩扱い。いや、違いますね。リャンハンはリャンハンですけど、40歩です。チートイツは40歩リャンハンの計算でやってます。オラス上がりトップですね。これはもうまだ漫画、皆さん漫画、あ、ひまわりさんだけ2000点でも大丈夫。さあひまわりさん手がいい、さあいいシャンテン。さあリンパイさんもね、これ、うん、実は形がね結構いいですから。そうですね、何引いてもっていう感じですね。不要牌があんまりない感じですね。さあ、ここでいいじゃんって。イスソ、ロソ、チーピ。さあ、ここで、ロソ、ロソがね、さっき上がられた範囲なんで、インガブチをするかもしれないですよ、ね。ロソ狙いで。チップゼロ。チップは1枚3000点相当ですね。さあ、リャンピンの受けが。動いてます。で、チーピン下がっていくと。さあ、ロソさん。さあ、9を落とすか、白落とすか。さあさあ、もう一気にテンパりそうな。さあ、ここで。急がない感じですね。さあ、ここでアンパイを1枚残して、白を切ると。まあ、ちょっとね、若干受けは減りますけど。まあ、宝珠のね、リスクはちょっと少ない。さあ、ここで何受ける。まあ、さすがに嘘つむぎり。さあ、チュンがアンコ。さあ、これで Q1 青、ウーパー。さあ、なかなかテンパらない。イーシャンテン地獄。イーシャンテン地獄ですね。さあ、ここで。あ、テンパった。テンパってない。あ、テンパってない。いいピン切ったんで、はい、アンパイを残して、ね、受けを狭くしちゃったんで。まあね、これだけど、すごい形はいいシャンテンに思います。さあ、これは何を切るか。さあ、論争を切る。さあ、ここでテンパりましたね。さあ、闇を選択。闇点ですか。はい、いい数層で、ピン風3丁かな。あ、ピン風2丁です。さあ、いい数層テンパ。さあ、ここでウパピンテンパ。さあ、闇。リーチ大好き、ヤブタ君、闇。あららら。さあ、ここで。チーソギリ、イソはでなる。ダブルはあります。複合の場合のみですね。さあ、ウーパーピンが勝つか、イスソが勝つか。さあ、これ、パーピンさすがに出ちゃいますね。ハネマンですね、フタイク4丁。さあ、ガーゴイルこと、ヤブタ君。漆黒に身を包む。ガーゴイルなんですか。すごい、なんかめっちゃ L みたいな感じになってますよ。デスノートの L みたいな。
クリクリ以上もあります。